はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでさきさんですね。はい、NPB の袋ですね。こちら一つです。で、今日発送です。ちょっと早く来すぎてね、眠たくなってきました。ちょっと眠たくなってきましたね、やっぱり。まあ、ちょっと何も食べてないんで、ちょっとさすがに、あと数箱やったら、なんかコンビニ行こうかなと思って。食べて、ね、糖度が上がっちゃうと、血中濃度が、また眠たくなっちゃうんじゃないかと思って、水だけで済ましてます。はい。じゃあ、開けていきます。よいしょ。はい。清宮さん、リーフですね。ベースはひとまとめですね。インサートと光物と開けておきます。殿崎さん。199ですね、シリアル。中島監督。のインサート箱1ですね。はい。これもシリアルがあるんで、まあ50以下ですけど、リフと、あ、50、来ましたね。はい。50シリ、ゴールドリフ以下なんですよね。野村さんです。で、箱に、金リフが1枚は出るような感じに一応なってますんで、あ、ゴールド。2連チャン。はい。増田さんの50シリです。これで金が2枚ですね。で、金以下出る可能性も十分ありますので。お、山本さんだ。はい。ありですね。タイタン。ボルケニックが箱1なのかな。で、リーフ。大島さん。まあ、スパフラはね、多分7ケース。スパフラだけって見たら、7ケースか8ケース1ぐらいですね。よいしょ。平野さんですね。まあ、それぐらいコンビニでの売れ行きが良かったということですね。よいしょ。まあ、表面化するかどうかは、まあ未知数ですけど、まあ全国の開封結果がこうね、X 上で共有されるということで、ね、スパフラが1個出ると、それが何枚も出たような錯覚に陥る。うん、よいしょ。熱いんじゃないか。梅野さん。高橋さんですね。上沢さん。大瀬良さん。いや、パック開けやすくなったのは本当いいです。散々言っただけありました。はい、増田さん。小畑さん、去年はこんな開けられなかったっすかね。ガッチガチになってたし、あれボルケーノまだだっけ。まだか。あ、そうか、1個シリアルだったんだね。はい、初めね。すごい出たな。でも金、金でね、今度高橋さん通常。あ、ボルカニックか。はい。ですね。まあ、今日ね、PB して、金以下がだいたい箱1で出てくる確率、なんじゃないかな、という感じですね。まあ、2枚入りもあったりしますんで、一概にという。まあ、アベレージにすると、まあ、箱1で最悪で考えて、計算する方がいいんじゃないか。
そうすると81分の1でスパフラですから。お、マキさんですね。で、2枚入りが、まあどうでしょうね。30% ぐらいかな。金以下が箱で2枚入ってるっていうのが。あ、違うわ。99以下だ。99以下を、はい、ロダ入れます。60箱1ぐらい。まあ、スパフラがだから、5ケース1ぐらいなイメージですかね。という、はい、ところですね。ただ、サインが、まあ、サインは最悪3ケース1ぐらい出てるようなイメージだと思います。もうちょっと出やすいかもしれないですね。あとは誰を引くかっていうとこかもしれないですけど。はい。ということで、開け終わりました。3の3ですね。6、7、8、9、10。うん。10シリアルですね。うまくコントロールされてますね。うん。封入に関しても。はい。まあ、スパフラ1個見たら、80箱分ぐらいな、はい、成果だと。超過だと。いう認識のが、正解かもしれないですね。まあ、現にコンビニさんのね、入荷する。まあ、うちもあの、オーナー店長、はい。友人がやってるんで、オーナー、いくつも店舗持ってるところ。かなりなスピードで売れてたっていうんで。結構、うん、いいっていうかね、何店舗も持ってるフランチャイズのところなんで。まあ、情報も、1店舗のみの情報じゃないから、かなり正確な数値だと思いますけどね。はい。ということで、こちらで今日発送いたします。はい。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。